うーん、まあ2回目もしかしたらもう久しぶりかもしれないですよ。あ、そう、うん、ちょっと体が固まっちゃうみたいな感じがします。香りが素晴らしいね理事長やっぱりおしゃれですね、表参道。あ、そうね、さすが。あー、美味しい。いいかい、コーヒーは人生だ。やだ理事長、甘くもあるし、苦くもあるそういうことなんだよ。あら理事長、耳毛すごいですよ、耳毛。え、抜きましょう、表参道だし。あ、ちょっと昨日アジフライを食べ過ぎちゃった。関係あるんですかそれごめんなさい、ね、これは毛抜きが、ね、見つかんないんですよ。あ、じゃあ、あ、すいません、ウェイダーさん、すいません。はい、ちょっとピンセットを一つ貸してもらえるかな。ピンセット、うん、ちょっと耳毛を抜きたくて。少々お待ちください。よろしくね。ああ、ありました、下にあります。下にありました、下にありました。すいません、すいません。はい、ピンセット、キャンセルで。ピンセットキャンセル、あったみたいだから。かしこまりました、ごめんなさい。やっぱりね、抜きましょうよ。抜いた方がいい。ここがほら、平和島のパチンコ屋さんだったらいいんだけど、入ってる人いる。表参道だ。あ、表参道。寝てみましょう。あ、じゃあ、頼むです。はい。あ、ダメだ！ダメ、ダメです。表参道だ。あ、こういうやつ。あ、はい。あ、すごい。あ、チュルチュルって。あ、ダメです。ブレイ！表参道だ。あ、そう、そう。あ、うわぁ！あ、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 といつも仲良くさせて、ゆうこさんの話もね、いつも聞かされてる。あら、可愛らしい。そんなことどうでもいい。何やられてるの？何してるの？テレビ局に勤めてる。ああ、そう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 。そんなこと今どうでもいい。ちょっとどういうこと？あ、今ね、耳毛抜いてたんですよ。表参道だから。似合わないでしょ、表参道だから。もう大人のやることじゃない。みっともない。いい加減にしろよ。何やられてんの？ゆうこさん、ゆうこさん、ゆうこさん、どうも。はぁ、私が、誰？私が抜こうって言ったんです、耳毛。どっちとかじゃないと思う、これに関しては。私、二人がやってるの見てたから。私さ、お父さんがさ、紹介したい人がいるって言うからさ、今日ちょうど神宮前でロケやってるから、じゃあその合間だったら会えるねって言ってさ、お店ガチャって開けてさ、入ってきたらこうなっててさ、私ね、今日ね、一人やもめのね、お父さんがさ、私にいい人いるよって、紹介するよってお父さんが言ってくれたからさ、半分は不安で、でも半分はワクワクしてた、ドキドキしてた。でガチャって店開けたらこうなってて、どういうことこれ、猿の親子か。すいません店員さん、耳毛の方をちょっと。おいおいおい、まだ話終わってないぞ。いやいや、ゆうこ、話まだ終わってないぞ。ゆうこも何か飲みも。おい、はっきり喋れ。おい、はっきり喋れ。おい、原始人かお前。ゆうこさん、おい、原始人か。おい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 、やめろ。耳毛抜いてただけで、原始人はちょっとね、ゆうこさんもお父様でしょ、言い過ぎたんじゃないですか。こっちはね、猿の親子の原始人と話してる場合じゃないんだよ。電話だよ、静かにしろバカ。あ、もしもし、うん、17時に番長スタジオ、大丈夫、おい、てかお前こないだあれだろ、麹町スタジオ行ったろ、もうないぞあそこ、大きい駐車場になってるぞ。あとお前聞いたぞ、おい、番宣ゲスト7人仕込んだって聞いたぞ。おい、うちの番組30分番組だぞ、番宣だけで番組終わるぞ。
ああいうの一人か二人でいいんだよ。わかるだろ、そんぐらい。おい、手島聞いてんのか、手島。お前だよ、手島聞いてんのかって。今、手島か手島かなんてどうだっていいんだよ。聞いてんのかって言ったんだ。